おはようございます、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。今私ね、メインっていうか、まあ一台持ちなんだ、一台だけなんだけど、スマホで、au なんですよ。移動から au の前が確か移動なんだよね、確かその頃から、まあ au 一本なんだけど、やっぱ30年ぐらい使ってるんで、同じところのね、au だけしか使ってないので、だからなんだろう、ドコモとかソフトバンクとか、まあ楽天とかもありますけど、他のところに行くのもなんだよなーって思っちゃうんだよねまあもちろん同じ機種のものがあったりとかするんだろうけど、まあまあその au だけの機種っていうのもあるのかもしれないんだけど、でも基本的にはau だろうがソフトバンクだろうが、ね、同じ機種があると思うんだよね。うん、だからね、あんまりね変える意味がないまあもちろんそのソフトバンクでもね、どこもでも、その一時なんだろう、電波が届かないとか、電波っていうか通話ができないとか、なんだろうな、情報漏れがねあったりとかするんだろうし、まあそれは au もあるだろうし、まあどこに乗り換えても、まあそういうのが出てくるなぁと思って、まあまあ au を切り捨てるのもどうなんだろうっていうのもある。うん、まああくまでもこれはね、私の意見なんで、すっきりさっぱり切り捨てる人もいれば、私のように惰性でこう機種変更じゃないや、ね、その切り替えるのがまあ面倒くせえっていうことで、で歩ける範囲内で、バスとかで行ける範囲内でドコモもソフトバンクもあるかっていうと、まああるっちゃあるんだけど、まあ頻繁に行きたいかっていうとない。駅前に、ね、au はあるぐらいで、最寄りのね駅のところにあるぐらいで、ソフトバンクもあるっちゃあるのかな。ドコモがないんだよね。でもまあほとんどはネットで、まあ注文して機種変更するっていうことがあると思うんだけど、うん、あんまりね、その他のところに行く気がない、うん、皆さんどうでしょうかね。ちょっと短いですけども、以上です。